皆さんこんにちは。 CS 出場のため奮闘している横浜 DeNA ベイスターズ、一時期は首位に立つなど好調でしたが後に失速。しかし夏場になると徐々に盛り返しを見せており、 A クラス死守のため奮闘しています。そんな横浜を支えている先発の柱、トレバー・バウアー選手、 MLB で投手最高峰のタイトルであるサイ・ヤング賞を受賞し縁あって来日したバウアー選手ですが、最初は打ち込まれましたが、その後すぐに修正し、以降はチームの先発の柱に中4日登板で完投したり、元気のないチームに声をかけたり、勝つために必死にプレーする姿を見せており、ファンからは愛され、チームも支えられています。そんなバウアー選手ですが、先日の阪神戦で3回で緊急降板するアクシデントが発生、球場アナウンスで交代が告げられ、ファンからはどよめきが起こりました。理由は体を痛めたためと言われており、病院に行くと発表。そして本日、検査の結果が分かりましたが、その内容は今季絶望の可能性という最悪のものでした。一体どんな怪我だったのでしょうか。また本当に復帰は難しいのでしょうか。今回はそんなバウアー選手の様子や今後の影響などについてご紹介していきます。今季から横浜でプレーしているバウアー選手、2020年にメジャーでサイ・ヤング賞を受賞した彼ですが、そんな彼が日本に来るというニュースは多くのファンに衝撃を与えましたよね。その一方で諸々の事情で実戦のマウンドから2年離れていたので心配の声も上がっていましたが、結果はご存知の通り先発投手の柱として活躍。8月30日終了時点で10勝4敗、防御率 2.76 と抜群の安定感を披露しています。しかもバウアー選手は中4日5日で基本的に1、2失点で抑えており、しかも完投、少なくとも7回は投げ切ってくれるなどタフネスぶりも発揮。さらに若手などを中心に積極的にアドバイスもし改善に導くなど数字以上にチームに貢献しています。また他球団選手もリスペクトしている姿はファンを魅了している姿の一つで、バウアーからホームランを放った中日細川誠也選手を推しの選手と公表しており、オールスターではホームランダービーの際はタオルを掲げるなど応援する姿が見られました。また先日晒し投げで1回10失点した中日近藤投手には、記者から取材の際質問に答える前に一つだけ言わせていただきたいことがあると切り出し、近藤選手へ、近藤選手に対してどんなにいい投手でもこういう日がある、誰もがこういう経験をしているということ、このような結果に落ち込むことなく落胆することなくこれからも前を向き続けてほしいとメッセージを送らせていただきたいと敵投手でありながらエールを送っていました。この姿に胸が熱くなった人は少なくなかったかと思います。また自身の YouTube で考え方や生活などを公開し多くのファンにメッセージを伝えるなど外でも積極的に活動、日本の文化をきちんと理解しようと京都や大阪などの観光地に行ってみたり、原爆ドーム、最近では福島県に自ら足を運び自身の目で見て背景を学ぶ姿などを YouTube で公開。来日前は悪名のあったサイ・ヤング賞投手でしたが、その人となりを見てバウアー選手の虜になってファンになったという方は非常に多いです。オールスターにも出場し打者に球種を伝えて投げるなどエンターテイナーとしてもファンを楽しませています。最近ではポケモンのプリンをイメージしたピンクのグローブを使って試合に挑み話題になっていましたね。その一方でチームの勝利を誰よりも願っており、マウンド上では気迫あふれるプレーを披露、時に激怒するシーンが見られるなどその思いの強さは本物と言えるでしょう。そんなバウアー選手ですが、先日首位の阪神戦に先発、 A クラス維持のためにもまだ少ない可能性ながら優勝の可能性があるため負けることはできない大事な試合、本人もやる気満々でマウンドに上がったと思います。しかしここでアクシデントが発生してしまうのです。バウアー選手は初回阪神打線を3人で切りますが、2回にはノイジー選手にレフトスタンドへホームランを打たれ失点、後続はしっかり立ちましたが先制点を与えてしまいます。そ
そしてアクシデントがあったのは3回でした。3回1死1塁、近本選手のピッチャーゴロをスライディングキャッチ、飛び上がるように1塁に送球しますが、着地した際に体を強打、さらに送球は外れて1死2、3塁のピンチになってしまいます。しかしバウアー選手はここでギアチェンジし、2番の中野選手をレフトフライ、3番の森下選手を三振に切って抑え、無失点でピンチを切り抜けます。しかし4回のマウンドにバウアー選手は上がらず、上茶谷選手がマウンドへ。これには球場も騒然となりました。先日した一塁送球後にはトレーナーが駆けつけていたバウアー選手、その後何事もなく抑えましたが、やはり体を痛めたのか、そのまま交代となり、ファンからは心配する声も多く上がりました。リリーフした上茶谷選手は3回途中1失点ときちんと役割を全うし、打線も6回に牧選手がスリーランホームランを放つなど援護、後を継いだリリーフ陣もしっかり阪神打線を抑え、試合は4対2で横浜が勝利。バウアー選手に勝ちこそつかなかったものの、試合に勝利したことでファンも少しは報われたようです。試合後、三浦監督は、ウコ関節付近の違和感がちょっと出たので、あの回で変えた、病院には明日以降行く予定はしていますと説明、大事をとっての交代と強調しました。このように緊急降板したバウアー選手でしたが、診断の結果右腸腰筋遠位部損傷と診断されたと発表し、9月1日の巨人戦前に三浦監督が抹消します。試合中のプレーですから、アクシデントですから、アウトに対する執念を見せてくれた、非常にチームにとって痛いですし本人も残念がっていたと明かしました。全治は最低でも4週間を要する可能性もある。その場合は今季残りシーズンの出場は絶望的となります。このまさかの離脱は横浜にとっては大きな痛手、もちろん本人も悔しい思いをしているでしょう。怪我した以上は治すことに専念してくれと言うと、そうすると話していたというバウアー選手、果たして本当に今季登板することは難しいのでしょうか。今回のバウアー選手は軸足となる場所を損傷しているため、無理を押して出場は難しいと思います。もちろんバウアー選手ならあらゆるツールや知識を使って怪我を即座に治して復帰しそうですが、時期的にも復帰は早くて9月最後でしょうし、そこから調整するとなれば復帰は難しいと思います。とはいえ調整を省けば可能性はありますが、 CS ならもしかしたら出場できるかもしれませんね。ここに来て先発の柱の一つが離脱してしまった横浜、幸い横浜には今永選手や東選手と頼れる先発の柱がいるため、なんとかなりそうではありますが、やはり抜けた穴は大きいでしょう。ですが横浜としてはここで嘆いてばかりではいけません。バウアー選手の分まで選手が一丸となって A クラス入りを目指して奮闘してほしいですね。この先バウアー選手は復活して投げる機会があるのか、それとも難しいのか、今後の動向に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。